はい、どうもこんにちは、カルブリボンバーズの佐藤です。で今回ですね、試合動画ね、埼玉の方にね、行かせてもらいまして、有名の YouTuber のサティオさんとね、試合させてもらうことになりました。ありがとうございます。おめでとうございます。サティオさんはですね、ご存知の通りカットマンでですね、僕が一番苦手、僕自身は得意って言ってるんですけど、他のみんなはお前カットマン苦手やろって言われてるんで、多分まあ、僕は得意なんでね、なんですけど、まあ僕は一発系、結構一発ドガーンっていくタイプなんで、まあそう考えてみたらちょっと苦手かもしんないですね。まあ、カットマンにはツッツキとね、ループドライブがね大事かなと思うんですけど、もうループドライブがね本当に数学ぐらい嫌いなんでね、数3ぐらい嫌いなんで、ちょっとなかなかループドライブ打てないんですよ。もうスピードドライブか浮いた次ですね、これしかできないんでね、ちょっとカットマンには分が悪いかなってそう思うんですけど、テオさんのカットはちょっと回転が読みにくいですね。サテオさんの使っているラバーなんか、それともサテオさんの腕なんか、まあサテオさんの腕と信じたいところですけど、なんか回転がかかってるカット、かかってないカット、全然結構使い分けてる、まあ、そういうタッチにしてるのかわかんないですけど、もうそれで僕はなんかネットに直行するようなミスよりもなんかオーバーミスがね結構多かったかなと思いますね。それもなんか結構その、例えば下回転突っつきしたら、まあそれはもちろんそんなに下回転のボールかかって返ってこないと思うんですけど、それ分かって打ってもそれよりもね結構かかってないと思うんですけど、ナックルとかなんか様々なんでね、ちょっと、遅れてますね、僕の一歩目がね。これね、私事なんですけど、ちょっとなんか僕も名前がサティオさんと同じ佐藤なんですけど、なんか名前、ニックネーム自分にもつけたいなと思って、カラボリボンバーの佐藤だけじゃなくてね、ニックネームつけたいなと思って、なんかいい名前ないですかってちょっと2人にご相談したところ、サトウオがいいんじゃないかと、俺はサトウオで押していきたいとタクキさんの方からねいただいて、思いっきり却下させてもらいました。もう一人ね、タクオさん、サトウタクオ TV のタクオさんもサトウタクオなんでね、サティオタクオサトウオってなんかね、3人とも、ね、一緒になっちゃうんでね、ちょっとそんな感じです。はい、僕はですね、今基本的に打ち合うのがね好きなんで、そうですね、ブロックする人とか、そう異質とか、もうそれが苦手、まあ、ほとんどですかね、ほとんどの人が苦手ですね。今みたいにねちょっと下がってしまうとダメですね、もうちょっと前でトレーニング、まあ、そのためには結構フットワークとかもしっかり動かんとダメやなと思いますけど、よいしょ、2セット目はね佐藤が取りました。まあ、今みたいにねちょっと深くにねカットが来たら結構僕はもうちょっとループにすればいいんですけど、なんか一回ガンガン打ってるんで、なんかそのまま行っちゃいたいみたいな、ちょっと我慢、カットマンにはちょっと我慢が大切やなってちょっと思い知らされますよね。なんかツッツキの技術はそんな中学校までやろうとか思ってる高校生とか大学生とか多いかもしれないですけど、まあカットマンにはもう全部ツッツキでいいと思いますね。全部ツッツキで相手に打たせるぐらいの、だってそんな攻撃が苦手やん、カットマンなんて、まあ、得意としてる人もいますけど、まあカットよりは多分攻撃の方がそんな上手じゃない人の方が多いと思うんで、打たせるのも全然ありやと思いますね、カットマンに。アイカットワンの苦手なことを指すみたいなね。まあツッツキっていうかストップがベストかもしれないですね。まあ、その前後に揺さぶるっていうのが大切ですね。やっぱね、顔が動いてたりしたら結構ミスも多くなるんで、ね、そこら辺ちょっとしっかり前にこう揺さぶるのが大切。ちょっとこれは良かったかなと思います。前にね揺さぶったってそうじゃないですか。普通にねアンパンを食べるのは
簡単でしょ、誰でも食べれると思うんですけど、パン食い競争になったらなんであんなに難しいか、それはですね、動いてるからなんですね。まあね、まあ、粒あんよりこしあんの方が僕らの世代からしたらね結構好きですよね。なんかおい、よし、あー3セット目ね、佐藤さんがね、佐藤が取りました。特殊能力って別に、まあ、欲しいですけど、別にいらん能力でも、まあ特殊能力持ってるだけでなんかみんなからもてはやされるんでね、そうなった時に、まあ、別にいらんけどあったらいいなと思うのは、まあ、100メートル先にある大福に入ってるあんこがね、粒あんかこしあんかね、見分けることができる能力があればクラスでモテモテかなってちょっと思いますよね。基本的にね、佐藤さんはフォア前のサーブを結構バックで処理する、まあ、大体粒高の人そうだと思うんですけど、処理するので結構動く、相手を動かせるのでね、結構僕フォア前に多分サーブ出してると思うんですけど、結構おすすめですね。フォア前とバックになってるのも、あ、そう、フォア前でもないな、まあ、準横系のサーブをフォア前に出した時にバックで処理するの結構難しいんでね、その当たる向きがちょっと、難しい角度なので結構いいですよ。アイスブロックもう一回見ましょう。チャーシーピョンウラン、これは美しいって意味ですね、今のはね。今美しいって意味ですね、ピョンウランはね。僕結構真面目にね、結構中国語喋ってるんですよ、僕の動画でも。適当かと思いますけど、まあ適当なんですけど、今何時ですかとか、これはなんちゃらですとか、まあ中国語は中国語なんですよ、ね、4セット目はね、佐藤が取りました。やばい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 、俺も佐藤で生きてんのに YouTuber かいで。ここからですね、ちょっとね、我慢してちょっと黙ってみます、ね、最後ですけど、
英語機ターキーは楽しいですね。ターキーは楽しい。ターキー楽しい。とりあえず入れてくれ。次でも何でもいいから、とりあえず入れてくれ。俺たちは二人で一つ。